あ、いいね。帰宅部エースの椎名さんですが、もし全力で3年間部活に打ち込めるとしたら何部に入りたかったですか？いや、私はなぁ、私の憧れはね、結構テニス部なんかいいよなぁ、可愛くない？ねぇ、なんかユニフォームがさぁ、チャラいの？え、可愛いやん、絶対楽しいよな。いや、テニスのユニフォームマジで可愛い。日焼けめっちゃしてるイメージあるな、確かに。ちょ、なんでそんなチャラいイメージあるんやろ。そうなんやろな。バレー部はなんか怖いイメージがあるどうなんですかね、怖そうじゃない？バレバレー部めっちゃ怖いイメージあるな。なんかボール拾いとかの、何やろ、すごい先輩と後輩のなんかが厳しそうな、なんかよくバレー部あるあるみたいなね。なんかショート動画とかで見る気がするんだよ。怖くないよ。怖いよ。ダンス部絶対怖いやん。ダンス部なんて絶対怖いですよね。え、吹奏楽部優しそうやねんけど、怖いんか。怖いな。テニス部はなぜか。なんかテニス部はさ、なんか、同じ年齢同士と組むというかさ、実力が同じ同士で組む感じあんのよね。だからなんか、いいのかなっていう、チーム競技よりは。陸上部とかも、なんか良さそうな感じ。そうだね、上手かったら上手い人と組むよね、多分。ペア。監督が言ったら。どうなる？やっぱ後輩と組んだりするんやろな。陸上部とかもなんか楽しそうやんね。いや、いいなぁ。まあ、バドミントンもいいよね。ギスギスするのも確かにな。いや、したくねえよ。したくねえ。でもその後が良かったりするよね、卒業した先輩とみたいな。